はい、どうもこちくれです。プロスペースやっていきましょう。というわけで今回なんですけれども、視聴者さんからのねリクエストで、無課金でガチャの引き時を迷っていますとか、無課金で引くガチャをぜひ教えてくださいというようなコメントをね、ずっとですねいただいております。まあ確かに僕も無課金でやっていたとしたら、非常にガチャの引き時このゲーム迷うと思います。本当にたくさんのねガチャが来るのですごい迷うと思うんですけれども、まあ、先に申し上げますと、正直に言ってしまうとガチャに正解はないと思ってます。っていうのも、まあ当然ながら確率が高いガチャというのは当然ありますが、やっぱり結局ガチャの中で確率勝負というか、欲しい選手が引けるかどうかっていう勝負にどうしてもなってくる部分が非常に多いので、まあ、正直なところ正解っていうのは本当に確定がある部分っていうところのみになると思います。で、まあ確定部分といったとしても、まあ結局それ以外でね、当然ながら他のガチャで、例えばセレクションでね、セレクションが一気に3枚4枚引ける可能性もありますし、そうか、そんなことも含めて運要素が非常に強いので、まあ、正直正解というのはほぼほぼないと僕個人的には思っております。はい、ただまあその中でですね、一つ皆さんの選択になればというところで、今回ですね、この夏来るであろうガチャ、そしてイベントですね、どんなものがあるのかっていうところのお話を、していきたいなというふうに思います。まあちょっと年間で見るっていう選択肢もあったんですけど、ちょっと一旦今回はね、僕の視聴者の皆さんの大部分である学生の皆様が休みになるこの夏ですね、まあどんなガチャ、どんなイベントが来るのかっていうところのお話をまずしていきたいなというふうに思います。まあいろんな動画で継続的にね、ちょっとこの1本だけでなくて、いろんな部分で、お話を、無課金美課金の方に向けての動画なんかも撮っていければと思っているんですが、とりあえず今回は夏のお話をしていきたいと思います。はい、ちょっと前置き長くなったんですけれども、まず去年ですね、去年の同じタイミング、今7月の、24日まで、セレクションカーニバルというものが出ているんですけれども、去年も同じタイミングでですね、セレクション第1弾というものが登場いたしました。はい、でこの後ですね、24何が来るのと思っている方もたくさんいると思います。去年で言うのであれば、この24日っていうところに後半戦開幕記念福袋というものがやってまいりました。ただでも今年に関してはこれは、まあ、正直どうなのかなというふうに思っていて、まあ、今月ですね、七夕の福袋来ましたね。この七夕の福袋に関しては去年は来てませんでした。なので、まあ、今年その増えた部分で、後半戦開幕記念福袋っていうものが削られる可能性も当然あるかなと思っています。そして、今回この24日の12時59分から、メンテナンスがおそらく入ると思われます。いつもね14時59分までというリミットになっているんですが、今回のものに関しては12時59分までとなっておりますので、まあ、おそらくメンテナンスが来るんじゃないかなという予想ができます。なので、まあ、個人的にこの日に関してはもう TS 第4弾が来ちゃうんじゃないかなというふうに思っている部分が、本命です。ただでもまあ対抗として、この開幕記念福袋も可能性としてはあるよというところでございます。で去年ですね、この開幕記念福袋っていうタイミングでルーレットヒッターが来ていたんですけれども、今ですねもうすでにルーレットヒッターの方が開始されておりますので、まあつなぎからのつなぎっていうのはあんまり想像ができないかなというふうに思うところも含めて、24日12時59分その後のメンテナンス明けた15時に TS 第4弾というところを個人的には予想をしてます。はい、で、まあその TS 第4弾のところが、去年はミリオンマネジメントが新イベとして、出てきてました。初めて登場となっていたんですけれども、今年はどうなるかなっていうところなんですけど、今ランキングイベントがですね、今年はこんな感じで、進んでます。はい、結成プロスピ応援団からの必勝アリーナからのネットスタジアムというような順番で TS 第1弾、第2弾、第3弾と来ているよという状態でございます。はい、なんですけれども、まあ、今年はまだミリオンマネジメントが来ていない、そしてあとターニングポイントも今年に入ってからは来ていないという状態でございますと、うん、っていう感じにはなってるので、まあそろそろミリオンマネジメント来るかなというふうに思ってます。というところを含めて考えると、まあそろそろミリオンマネジメント、まあ順番的には来てもいいのかなというところになるんですけど、ちょっと感覚が飽きすぎてる気もするので、ちょっとどうなのかなっていうところは正直あるんですけど、まあちょっとその辺はどうなるかなというところではございます。結成プロスピ応援団っていうイベントが増えたことによって、ミリオンマネジメントが、まあ、もしかしたら廃止っていう可能性もなくはないですし、まあでもどうなのかなっていうところではございます。ただでもターニングポイントの可能性も全然あるんですけど、まあでも前回ボーナスがついていたので、今回はボーナスなしのもので来るかなっていう可能性が結構高いかなと思ってます。なのでまあミリオンマネジメントが必勝、まあ必勝でも前回来てるのでっていう感じになるか、まあもしくはまた新イベ、ランキング新イベっていうところも可能性はあるかななんていうふうには思っております。はい、でちょっとまたガチャの話に戻るんですが、まあそこで、今月多分 TS 第4弾が来ますと、まあそこはもうほぼ間違いないですね。
で、その後ですね、TS 第4弾が終わった後、そのまま先発と中継ぎのダブル追加が、行われました。これがグレードアップスカウトで去年は来ていたんですけれども、枠的に言うと、先発のまあ4番手とかの枠だったのかな、去年でいうところだと。去年は DeNA でいうと濱口選手と砂田選手、ここですね、まあ、ほぼ最後のピースと言えるところが、追加となってました。でここはダブル追加だったんで、まあ、ポジションはね、2つ追加されるというイメージにはなります。はい、なんですけれども、まあ、ここもおそらく今年も同じような形で、来るんじゃないかなと思います。今現状先発と中継ぎが多分、1枚ずつ出てないような状態ではございます。はい、多分 A ランクで見ればわかるのかな。 DeNA で言うなれば、誰が出てないんだ、田中健二郎選手がまず出てないか、そこが間違いなく出ていない。あとは伊能選手も出てないんですよね。っていうところで先発が1枚、中継ぎが1枚というところが出ていないような状態になると思います。他球団で見ていってもそうですね、高橋選手と藤浪選手が多分阪神の場合は出てなかったりというような形になっていると思います。そうですね、なので、まあ、ちょっと選手は変わる可能性は当然ありますが、まあ、先発中継ぎっていうところの追加はあるんじゃないかなというふうに今年も思います。まあ、それが8月の頭ぐらいなイメージです。でその後、まあ、セレクション第2弾ですよね。セレクション第2弾というところが1ヶ月後、今の1ヶ月後ですね、7月の中旬から1ヶ月経った8月の中旬頃、まあ、おそらく8月2週目ぐらい、8月10日前後ぐらいに、セレクション第2弾というところが、来るんじゃないのかなっていう予想ができると思いますっていう感じになるので、まあ、結構ガチャの引きたくなるような選手たちがたくさん追加される8月、7月っていうところになると思います。で、まあその後の流れで言うと、まあ目玉としては本当に最後 TS 第5弾っていう感じになるかなと思います。あと去年来てたのは、覚醒のスピードスター枠っていうところの対決会には、プロスピパークか。プロスピパークが来てましたと。あとは、まあ結構皆さんね、気にしてるところだと思うんですけど、アニバーサリー選手ですね。アニバーサリー選手を決める総選挙なんかも来てたのが、8月の1ヶ月と。いう感じになっております。はい、アニバーサリーの選抜総選挙なんかはね、当然ながら1年に1回しかないイベントではあったので、まあ、そこは本当に面白いというか、まあ、ちょっとまたプロスピが盛り上がるような、イベントになるのかなというふうに思います。あとは、まあ、その後またパオちゃんの記念福袋とかも来てたりもしましたし、まあ、ちょっと今年どうなるか分かんないですけど、8月26日パープルの日ですね、そこに合わせて、まあ、またプロスピでも何かしらの更新が、来るのかななんていう予想もできると思います。そして最後 TS 第5弾というような流れになっていくので、まあ、本当に7、8月はガチャラッシュですね。うん、なんですけれども、まあ、無課金、未課金での引き時、正直難しいと思います。セレクション第2弾も誰が来るかっていうところにもかかってくるし、あとは TS 第4弾の、まあ、当時選手予想もまたやりますけれども、まあ、そこの選手によって、あとはガチャで60連確定があるのかどうかとか、あとはイベントは何が来るのかっていうところでもまた変わってくるとは思うんですが、まあもう正直なところを言うと、もう2800の選手の賞味期限は本当に短いです。うん、で2900がもう登場しているレベルなので、まあこのタイミングで例えば福袋とか、まあ、あと TS っていう部分に関しては、まあ難しいですけど、純正を極めたいっていう方以外であればそんなにおすすめはできません。うん、例えば今このねギータに関しても2900が出ましたと。で、まあ、正直なところ2800が例えば、まあ、福袋で出たとしても100スピリッツが下がっている片落ちのものに正直なってしまっている状態ではございます。まあ、それで満足だよという方は全然いいんですけれども、まあ、本当にトップランクを目指していきたい、さらに無課金でも上を目指していきたいという形であれば、やっぱりね2900のものが出てしまった今は2800にそんなに価値はないというところになると思いますので、まあ、そうなっていった時に、まあ、どのガチャを引くのが正解なのかというところにはなるんですが、まあセレクションカーニバル迷うぐらいだったら引いてもいいとは思います。ただでも、まあ、これに関しては本当に狙いの選手が何人いるのかとか、まあ、そこによって、まあ、勝負をかけるかかけないかっていうところになると思うので、当然ながらこの12枚の中から1人2人しか狙いがいないのに引くっていうのはやっぱりリスキーな話になると思いますし、逆に12枚この選手たちが登場した中で、まあ、8人欲しいかなと、8人ぐらい欲しい選手がいるなってなった時とかはもう 100% 行くべきだと思いますし、まあそこは本当に難しいなというふうに思います。まあまたアニバーサリー総選挙の話もしましたけど、アニバーサリーが絶対来る保証もないのでっていうところを含めて、まあちょっとね、いろいろ、まあ、今回ザザザといろんなお話をしていったんですが、
まあ、7、8月この夏ですね、どんなガチャイベントが来るのというようなお話をしていきました。まあ多分なかなかちょっとねこの1年以内にプロスペを始めた方であれば全然この夏どんなものが来るのかっていうところのイメージができてないと思うんですが、まあ、ぜひちょっとねそのさらに細かいところ見たいなと、どんな内容だったのか細かいところ見たいなという方はぜひぜひ過去の動画プロスペースの動画ね、たくさん上がってますので過去の動画から見ていただければというふうに思います。はい、まあ、そんな感じで今回動画以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひともねこれからのプロスペースの動画楽しみだよ、これからもガンガン解説予想動画等々も出してほしいよという方はぜひぜひ高評価チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。まあ、あとはこの夏ガンガンね今年も動画出していきたいと思ってます。ぜひぜひこんな動画撮ってほしい、こんなプロスペーサーの動画、こんなところ教えてほしい、こんな考察してほしい、こんな予想してほしいというような動画リクエストもねぜひぜひお待ちしております。はい、もうそんな感じで今回動画以上になります。また次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。